日本語の種、こんにちは、ユミです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。今日の話題は、あなたの好きな動物は何ですか？あなたの好きな動物は何ですか？私は動物は何でも好きなんですけど、特に好きなのは猫ですね。猫。日本では猫を飼う人が最近増えてるそうです。犬がすごく人気なんですけど、日本では猫が増えてきてるそうです。猫カフェとかありますよね。猫カフェ行きたいな。猫のどこが好きかということなんですけど、猫はちょっとツンとしてますよね。で、その日の気分によっては人間にデレデレっとしてくる、飼い主にスリスリしてきたりしますね。ツンデレっていう言葉知ってますか？ツンとしてるけど時々デレっとしてる、アニメか何かで流行った言葉らしいんですけど、ツンデレなところがいいですね。そして言うことを聞かないですね。おいでって言っても来ないし、自分勝手な生き物。なんか悪いことばっかり言ってるような気がしますが、ここがいいんですね。わかりますかね。猫が好きな人ならわかってもらえそうですけど、犬はね、犬も可愛いですよ。すごく可愛いですけど、いつもこう尻尾振ってこう人間の言うことを聞こうとする、聞いてくれる、そこがいいんですけど、私はどちらかというとそういうことしない猫が好きですね。自分は自分、あなたはあなた、そういうところが好きなんでしょうね。これは人によっていろいろです。あなたの好きな動物は何ですか？あと大好きなのがレッサーパンダなんですよ。私の両親の家のそばに動物園が、小さい動物園があって、そこに飼って、そこにね、いっぱいいるんですけれども、しましまの尻尾がすごく可愛いですね。よく見に行きました。というわけで、今日は私の好きな動物についてお話ししました。私が好きな動物は猫とレッサーパンダです。あなたの好きな動物は何ですか？このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。www.thejapanesepage.com/まことを見てください。それではまた。日本語の種でした。